元箱根4キロということは、あと上り1キロくらいになるわけです。多分大きく、開けたところがもう少しで出てきますので、そこがフラワーセンターですね。この辺のところを登り切ったところが、国道1号線の最高地点のちょっと手前ということになります。なんとなくこう空が広くなってくる感じがしますね。これがもうフラワーセンター手前の風景ですね。ミクシーの友達の神戸の皆さんが一昨日昨日と箱根に遠征される予定だったんですが、残念ながらちょっと延期になっちゃいましたけど、メキシカンさん、これを見ていれましたらコメントを入れてください。私とムシクさんが、皆さんに乱入しようとしていたエリアがもうちょっとで現れるわけですね。ここまで来ちゃうとケツが痛かろうが足がつっていようがゴールまでは足をつかずに行くという、希望と覚悟がふつふつと湧いてくる緩斜面です。これが急斜面だとあーとなっちゃうわけですね。ここの峠はゴール近くとなるとですね、ありがたいことに緩斜面が結構続いてくれるんですね。駅伝の選手も、こういうところでスパートするんでしょう。ただ残念ながらフラワーセンターと国道1号線最高地点の間には深くて遠い谷があるんですよ。もうちょいですね。ファイルを一旦閉じることにします。まだ結構1キロって遠いんですよ意外とね。ということで失礼します。